どうもこんにちは、黒ネタです。ポケットモンスターシールド続きをプレイしていきたいと思います。さあ、前回こちらの決戦の地シュートシティにやってまいりました。まあ、このままトーナメントに向かってもいいんですが、その前にブティックに行きたいと思います。まあ、もしかするとこれが最後のお着替えになるかもしれないんでね、まあ、こういう要素も楽しんでいきたいと思います。おそらくあれがそうだよね。うん、絶対そうだ。入りましょう。さーて、いろいろと見ていこうか。あ、シャツないんだね。お、トラックジャケットゴースト、いいね。あ、格闘とかいろいろあるな。あ、ちょっと待って、俺さ、いくつか、服もらってるよね。ジムに買ってもらえるやつ。なかったっけ？あ、ある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 。氷、悪、ドラゴン。これですね。氷は？あー、はい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 。白いシャツって感じか。ちょっと上着が邪魔だな。一旦これを外して、はい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 。こんな感じか。ドラゴンは？ああ、こんな感じだよね。で、もしかすると、この悪タイプのユニフォーム、なかなかいいんじゃないかと思うんだが、来た！へそ出しだ！やっと来たよ、へそ出し！しかもいいね、黒地に、ピンクと白か。これいいなぁ。一旦これにさっきのスウェットを着せると、あー、悪くない、悪くないですよ。あ、これもいいなぁ。まあ、一旦これに着替えて、あー、パンツもあるのか。ゴーストのパンツ、あー、はい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 。あ、これは前に着たか。この辺だね。あー、なるほどな。下もそんな感じになるのか。一旦下はスカートに戻しておいてもいいかな。これか、ちょっと前に履いてたの。だーね。うん。あと、まあ、そのままでいいか。一旦ここから、いろんな服を組み合わせていきましょう。あ、まあ、リーグカードはいいかな。さあ、時間かかるぞー。これは時間かかるぞ。もうバトルが見たいって方はね、申し訳ないんだけども、ちょっと楽しませてください。うん。パート2行こうからね、ちょいちょいこういうお着替えはやってきたんでね。ここまで来たらもう、楽しみましょうよ。あー、なるほどね。悪タイプ。さっきのインナーと合うなー。ただ俺はゴーストタイプ使いだからね。お、ライダースジャケットか。あ、これいいな。高えな、おい。10万超えんの。あー、でもこれいいな。お金はあるんだ。一旦買いましょう。え、着替えます。はい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 。ライダースジャケットね、いいね。これはいいね。トラックジャケットもなかなかいいけども、一旦、あー、パンツなー。ライダースジャケットのせいでいかついなー。まあ、セクシーさは出るけども、ちょっと違うよねー。あー、はい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 。あ、なるほど。こういう感じもできるのか。あ、いいね。あ、ホットパンツね。今までなかったんだよな。ここに来て登場か、ホットパンツ。あー、いいね。あ、これはレザーパンツ。あ、いいな、これ。
いかついな。どうしようかな。ホットパンツも捨てがたい。まあ色はレッド、あこれミニスカか。ホットパンツの赤ってないの？あ、ないんだ。そうですか。できれば赤が欲しかったけどないのか。そうかそうかそうか。だったら一旦、あー、ワンピースね。あー、真っ黒だな。あ、いいなこれ。あーでもせっかくのへそ出しがなくなってしまうのか。あー、それはもったいない。あー、パープルね、パープルね、悪くはない、悪くはないが、へそ出しが、うーむ、なー、決まらない。どれもいいな。一旦このミニスカのまんま他のや選んでみようか。もう結構時間経って、うわ、なにこれ、レギンス、はい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 、あ、ハイソックスね。あ、いいな、色すごいけど。あー、なるほど、あ、ドット、なるほどな、いいね、すごい色になっちゃうけど、一旦これを履いてみようか。俺はどこに向かおうとしてるんだ。やばい感じになってきたけど。お次、靴は？あー、はい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 。ラバーソールね。わ、すーごい色。これはさすがにやりすぎか。あ、そこまで種類がないんだな。だったら靴はこのままの方がいいか。あ、スポーツリュックゴースト、いいじゃん、いいのあるじゃん。はい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 。あ、開くタイプな。やっぱタイプで合わせるといい感じになるよね。はい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 。あー、はい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 。あー、いいな。ちょっとちょっと、これ予想以上に時間かかると、あー、なるほど、レザーリュック、はい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 。あ、すごい、なにこれ。はー、あー、でもやはりゴースト使いとしてこれはいいな。今のやつがこれだよね。一旦これにしようか。うん、着替えましょう。なかなかいいな。帽子は？あ、これもタイプごとにあるのか。はい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 。ちょっとわかりづらいな。これもうちょっとアップにできればいいんだけどな。できないんですよね。キャップが合わないよな。あー、はい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 。あー、なるほど。まあこれいわゆるニット帽みたいな感じだよな。俺こういう被り方するのあんま好きじゃないんだよね。あー、いいのがないな。だったらこれでいいか。メガネ。出だな、おい。あー、そうですか。メガネはどこまで行ってもこんな感じか。なんかもうちょっと落ち着いた雰囲気になると思ったのに、全部派手だね。いらんかな。あー、あれだ、指出してるやつだ。そうか、上をこんだけいかつくするのならグローブもありだな。
ピンクね。パープルとかは、ないんだ。はい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 。これなかなかいいな。ちょっと買っておこうか。着替えます。悪くはない。悪くはないと思うんだが、何かが足らない、そんな気がするんだよな。やっぱこの色は派手だったか？ちょっと待てよ。一旦買い物はやめて、今持ってる服で合わせられるのでは？これか。これの悪って見たっけ？あ！なるほど。あー、なるほどなー。ああ、はい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 。ゴーストって、ああ、なるほど。太もも隠れるのか。どうせだったらね、まあ、いわゆる絶対領域、見せたいよね。ほんと、こんなことやってるから自分の性癖バレてくんだよな。まあ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 、面白いからいいんだけどね。ああ、パープル。結局落ち着くパープル。悪くない。あー、リボンソックス。あ、パープルあるよな。あ、そうだ、これちょっと色が薄いんだよな。ピンク違うな。だったらハイソックス、じゃねえ、どこだっけ？あ、どれだ？どこ行った？これか。これがいいか。紫色をメインに使って、で、赤とか、あと胸元の紫色とか、ちょっと色が違うけども、似たような色を使って、まとめる。これなかなかいいのでは？いいね。これにしようかな。よし、一旦これで。リーグカードはいいです。あははは。あー、へそ出してるね。一旦待っときましょうか。あー、オッケー、へそ出し。なかなかいいね。ただあそこのちょっと見かけたワンピース、あ、これもいいよな。無難にいいよな。あー、あー、だったらホワイト、白と黒で紫を足す感じ。締まるね。色が締まる。なかなかいいと思う。これはやばい。これはやばい。へそを出すか、ワンピースにするか。あー、紫が強いな、これは。どっちがいい？聞いても意味ないんだけどさ。ワンピースのホワイトか、へそ出しをするか、いろいろと見て回ったけども、この二択だな。まあ純粋さを求めるならこのワンピースだと思うんだけども、ちょっとセクシーさというか冒険をしようとするならさっきのへそ出しになるんだよね。まあこれだよな。これか、これ。うん、決めました。もう10分ぐらい悩んでるけど、へそを出します。はい、俺はへそを出します。これが最後の動画内のお着替えですね。こんな感じです。どうでしょう。結局へそ出しになっちゃったな。でもまあ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 、なかなかいいんじゃないかな。さて、結構時間経ってしまったなって。この奥も行けんのか。あ、これヘアサロンだよね。これ見て回るとこ多くない？あ、こっちも行けんの？これは、あ、なんか落ちてるね。お、黒いヘドロ。いいね。これトーナメント行けねえな。
車内バトルを見たいという方には申し訳ないんだが、今回残りの時間をシュートシティの創作に全部使おうと思います。で、次回こそ、あ、何個してる、トーナメント戦にしようかな。お、でかい木の玉、いいね。ここはなんだ、ホテルか。あ、入れる。うーわ、すげー豪華だな。うわ、これさすがに全員に話しかけてるキリがねえから、この人だけ話してみようか。ロンドロゼ。うん。お、五つ星ホテルなんだ。世界から愛されております。あ、でも泊まることはできないのかな？あ、入れない。あ、2階に行けたりはしねえんだ。ほうほう。うん。あ、特に何もないのか。なんだなんだ。オッケー。じゃあここはまあまあ、これぐらいにして。いや、広いね、これ。これは何？あ、スタジアムとモノレールも行けんのか。ちょっと待てよ、これ。探索終わんないぞ。一旦モノレール。これは普通の列車と同じ扱いなのか？だったら乗れるだけだと思うが、あー、多分そんな感じだな。あ、やっぱ駅ですね。何の鳴き声？あ、ここにいんのか。あ、ここからか。ピギャーってそんな鳴き方してねえと思うんだがな。はい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 、ここは駅ね。あ、あ、ここに戻ってくるんだ。なるほどなるほど、はい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 。ここってさすがに入れないよな。オッケー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 。で、これは多分カフェだよね。で、あの奥がヘアサロンだから、まあさすがに髪型はこのままでいいでしょう。あ、どうもこんにちは、こんにちは。あ、おなこしてる。お、元気の塊。で、ここは前回ちょっと通ったよね。まあ広場なんだろうな。ここから青頭で雨が、まあ、彫刻あるってだけだよね。ほう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 。ここの道を行くとシュートシティか。あ、待って、これ何？広いシュートシティの移動にはシュートシティ専門の空飛ぶタクシーかモノレールをご利用ください。はい。あ、ここも入れんの？うわ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 。ちょっとちょっと作り込まれてるな。あ、アイテムもあんのかよ。どうやって行くのそれ。こっちか。お、グラスシード。ポケモンを出せるとグラスフィールドの時に使って防具が上がる。なるほど、なかなかいい技マシン。あ、技マシンじゃねえや、不思議な目ゲット。まあ、うちのパーティーで使えるのはパンプジンぐらいかな。使い切りのアイテムなのかな。だとすると、ちょっと、使ってしまうのはもったいないと思うが、この二人何やってんだ？バトルか？お、木村さんだったらまず砂嵐。天候を変えるポケモンは素早いポケモンで倒します。ほう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 。小さいのにすげえ考えてるな。限られたポケモンだけが覚えられる技、その名も、ん？究極の技？おそらく御三家のみ覚えられる技だと思う。あー、残念ながらうちにはいないからな。うん。まあ、なんか機会があったらね。
香るキノコ、それぐらいですかね。この奥はいけない。さすがにそこまで細かくは見れないか。 OK、 多分アイテム取り逃しはないでしょう。でこの家だよ。これ全部入れんのかな。ちょっと待て、数が多すぎる。一旦これは素通りでいいかな。なんかもし重要なアイテムとか手に入るんだったら嬉しいんだけども、まあこれはおいおい動画外で見ておいてもいいかな。うん、さすがに数が多い。で、あ、このままシュートシティに行けるじゃない、シュートスタジアムに行けんのか。はいはいはい。まあ一応受付をしろっていうふうに指示はあるんで、そこまで行ってしまおうか。なんか変えたりすんのかな。あ、公式グッズ売ってるんだ。ほう、この人は数万人のファンの前でミスしても気にせず戦う、ここの強さが必要だもんな。あ、ポケモンドリンク、あ、売ってくんないのかよなんだよ。あ、エール弾、お前ら邪魔すんなよ。自分らも試合見たいんで迷惑なんてかけないしどの口が言ってんだよ今まで散々やってきただろうが。エール団としての集大成見せてやるよ。見せるな迷惑だから。あ、でここにもポケモンセンターがあるのか。まあ一旦寄っておこうかな。まあダメージは食らってないけども。俺今日誕生日だ忘れていたそうだ、今日そうだわ。自分でも忘れていた。あなたにとってこの1年が素敵な毎日になりますように。ありがとうまさかポケモンで祝ってもらえるとはありがとう。これ回復した時ってなんか BGM 変わるんだっけ。まあ一旦ね、手持ちのポケモンたちを回復してあげましょう。誕生日を共に迎えた俺の大事なポケモンたちですね。あーまた一歳年を取ってしまったあー完全に忘れていたわ。確かパート2の時だったかな、なんか自分の誕生日を選んだらそれを占ってくれるって人がいたんだよね。まあ結局なんかそのメモが汚れちゃってて、はっきりとした占いはしてもらえなかったんだよな確か。でただただ自分の誕生日を晒すっていうね回があったんだけども、そうだ今日誕生日だよ。12月22日ですね。覚えててくれたら嬉しいですではでは、なんだかんだったけど来れましたね。ようこそチャレンジャー、思う存分戦ってください。まあ戦うのは次回だけどね。よし、広いなこれは。あ、周りいるじゃん。いよいよだね、厳しいジムチャレンジを勝ち抜いた私ら4人だけ。4人なんだ。セミファイナルトーナメントだよ。まあ勝ち上がってチャンピオンと試合するのは私だけど。あー言うじゃねえか。ってことはどっかにホップもいるのか。あ、いない。あ、こいつはボールガイ。あ、またくれんのか。お、ドリームボールありがとう。眠り状態のポケモンが捕まえやすくなるちょっと変わったボールですね。よし、あ、いるじゃねえか普通にいたわ。ホップ受け付けたぞ。
俺なんか1番でエントリーしちゃったぜ。1番、つまり1番のトレーナーってことだぞ。それは違うと思うな。あ、クロナタ選手だっつってるね。応援してくれよ。ホップとマリーがいるって、俺も含めて4人ってことは、やっぱりビートも来てんのかな。え、街のどっかにいたりすんのかな。うん、今回もチャンピオンの連勝記録更新だろ。黒田選手はバランスはいいけど、逆に決め手に欠けるって感じ。俺のパーティーを見てバランスがいいってよく言えたな。ゴートしかいないんだよ。オケて受付だけやっちゃおう。これこのままバトルいかねえよな。黒田様ですね、活躍は拝見しております。暇ですのでジムバッジをチェックいたします。あ、どうぞどうぞ。お前と大舞台戦う準備がバッチリ整ったな。あ、ダメなの。でもビートはダメだったんだな。あいつはなんとかしそうなのに。まあ正確には難はあるけどもね、定期的に戦ってきたトレーナーだったからちょっと寂しいところはあるな。いいのかよ。それよりもさ、クロネタ控室に行こうぜ。お、ここが控室。ジムチャレンジを突破したジムチャレンジャーたちによるセミファイナルトーナメントです。準備ができましたらスタジアムのコートへどうぞ。あ、じゃあここ行ったらもうバトルか。そうかそうか。お着替え時間かかっちゃったからな。このままバトル行くと長引きそうだし、うん、座れるんだ。ちょこんと座っちゃってよ。これ戻れたりしないよね。あ、無理ですね。うん、あ、こっちは、こちら入れるのは関係者のみでございます。あー、じゃあ関係ないんだ。あ、これ見れる。あ、見れない。あ、でこっから出れるのね。なるほどなるほどなるほど。じゃもう一回入ればユニフォームに着替えて、あ、ここまで来れると。選手控え室、はい。じゃあちょっと短めかもしれませんが、今回ここで終わっておきましょう。で次回はね、いよいよトーナメント戦、ホップとマリー、あと誰かとの参戦をやって、チャンピオンダンデとの試合をやって終わりになるのかな。まあ、どういう展開なのか全く分かりませんが、まあ気を引き締めて頑張っていきましょう。俺のポケモンたち頼むぜ。では今回ここまで、次回もぜひ見に来てください。ご視聴ありがとうございました。